アッシュはまだ来てないのか。この人は北の町で人々に追われ奴隷のように扱われながらようやくこの塔にたどり着いた。どうしてなぜお前が来たのだ。我らと共に死に至る道を進むのはお前か。ではあなた方は正気を消すために命を差し出すつもりなんですの。それしかない。そう悟った。いや、そう決めたのだ。あなた方はその人のようにオリジナルたちから排除されようとしている。それでもあなたたちはオリジナルのために消えるんですか。オリジナルのためではない。まだこの塔にたどり着いていない多くの仲間たちが住む場所を見つけるためだ。我らは我らの屍で国を作る。お前たちも我らの死を求めているのではないのか。それは俺がやると言っただろう。なぜここに来た。アシュ、だからそれは俺が。レプリカども、俺が心中してやる。来い。バカなことはおやめになって。そうだアシュ、やめるんだ。偉そうにグダグダ言ってないで、てめえはさっさとどこかに移せろ。お前もレプリカだ。ここにいれば巻き込まれて消えるんだぞ。そうなったら誰がローレライを解放するんだ。ローレライの解放はお前がやれ。この場は俺がやる。そんなに死にたいのか。違う、俺だってお前と同じだ。死にたくない。だけど俺はレプリカで能力が劣化してる。ローレライを解放するには宝珠を預かることもできなかった俺じゃなくてお前が必要なんだ。それならここで死ぬのはいらない方のレプリカの俺で十分だろう。いい加減にしろ。いらないだと。俺はいらない奴のために全てを奪われたっていうのか。俺をバカにするな。話せ。ダメだ、お前を死なせるわけにはいかない。これは剣が反応している。宝珠はどこかに。話せ。私はルークの意見に賛成です。残すならレプリカよりオリジナルだ。みんな、俺に命をください。俺も消えるから。来るな。ガイ、ありがとう。バカ野郎が。俺はここにいたい。誰のためでもない。俺は生きていたいんだよ。だけど ダメか。おかしい。集まりかけたセブンスフォイムが拡散していきます。このままでは正気は消えない。宝珠か。宝珠の拡散能力が邪魔してやがるんだ。あのバカが宝珠を持ってることに気づいてなかっただけが。どこまでも手のかかるレプリカだ。アッシュ、心配するな。
心中する気はない。お前の超神道に少し力を貸してやるだけだ。お前は一人で消えろ。ありがとう、アッシュ。約束だ。生き残ったレプリカたちに生きる場所を与えてくれ。我々の命と引き換えに。私がキムラスカ王女であるこのナタリアが命を懸けて約束しますわ。俺もだ。レプリカたちを見殺しにはしない。姉上と同じ、あなたの命のために。私だってあなたたちとイオン様は同じだもん。俺、生きてるのか。どうして。よかった。私、もうあなたが消えてしまうと思ってた。これはローレライの宝珠だ。これが？どうして？どこ探してもなかったんでしょ？こいつは宝珠を受け取っていたんだよ。ただ五章を大事に、宝珠を構成するフォニムを自分の中に取り込んじまってたのさ。体が分解しかけるまでそのことに気づかなかったとは。とんだ間抜け野郎だぜ。お待ちになって、どこへ行きますの？鍵は揃ったのですわ。一緒に。一緒にいたら六人将たちに狙われる。バンの居所を突き止めてローレライを解放する直前まで別行動を取る。ルーク、生き残ったとはいえ本来なら消滅しかねないほどの力を使った。非常に心配です。ベルケントで検査を受けてください。うん。腕が透けて見えた。あれは一体。